皆さんこんにちは、武田塾の清水です。川野です。今回は受験に有利な性格トップ5についてお送りしていきます。心理分析めちゃめちゃハマってる清水でございます、はい、受験生を長年見てきたりとか、仕事でも結構心理分析って採用とかでよくやりますけども、うん、最近ちょっとそこの研究に没頭しておりまして、これは受験の結果と関係あるんじゃないかということでですね、うん、こういう風な性格というか考え方ですね、うん、がある子は受験得しやすいぞということをランキング形式でまとめてみました。第5位は柔軟さ素直さでございます。いろんな受験指導者とお話をしていて、受かりやすい生徒の特徴でよく上がるのがこの素直さっていう概念なんですけども、川野先生このあたりはいかがでしょうか。うまくいかない子の特徴として我流にこだわってしまうっていうパターンがあるんですね、うん、はい、これが正しいんですっていう自分の中でもう出来上がっちゃってて、うん、周りとかやっぱね、受験のプロから見ておかしいぞとか非効率だなって思っても、うん、いやこれが正しいんです、あの人が超えてたんです、これしか見えなくなっちゃってるってなっちゃうと、はい、改善がなかなかできない。そうなると非効率のまま突き進んでなかなか思いの結果出ないっていうのはあるのかなと思いますね。素直であるメリットっていうのは軌道修正の速さですね、うん、指摘されたことに対してうって身が違えちゃうというか、俺の勉強に口を出すのかお前はみたいな感じになっちゃうと、自分より勉強が上手い人が手段を授けてくれてんのに、それを取り入れてもっと自分の勉強をよくできる機会っていうのを自分からなくしちゃうみたいなことになるんですよね、うん、いろんな情報を自分の中に吸収ができる素養がある人っていうのは、その中から一番ベストな選択っていうのを取捨選択して最適な受験勉強につなげやすいというのがこの理由ですね。1点注意すると、柔軟すぎる素直すぎる子も結構心配になっちゃうことが多くて、逆にね、例えばね、 YouTube とかでも、はい、まあ、いろんな人がこう勉強法とか紹介して、あの人はこう言ってた、この人もこう言ってた、全部取り入れようって、もうわけのわかんない方向に行っちゃうそれね、素直なんじゃなくてね、考えてないです頭からその情報っていうのを全部拒否するんじゃなくて、一旦受け入れてみると、うん、その中から自分の状況とか今までの経験と照らし合わせると、これがベストそうだな、よし新しくやってみようっていうような思考回路をしてほしいってことですね、うん、続いて第4位は持続性の高さでございます。継続的に勉強できる力というか、コツコツ努力できると言ったらいいんですかね。ここはね、重要な要素にはなってきますね。例えばじゃあ武田塾チャンネルとか見て、よっしゃ受験勉強やるぜ、モチベーション上げていい方法に出会ったのはいいけども、果たして1年間できるかみたいなっていうことが大きく結果につながりますよね、うん、と言いたいところなんですが、各位私持続性がないタイプだと思いますよ、うん、川野先生持続性ありますよね、うん、どうやったら持続性って身につくんですかね。ストイックマシンと言われた私なんですけれども、はい、いくつかコツがあって、一つは何度も言っている習慣化をしようということですね。なるほど。新しくこういうことを取り入れたいとか始めたいって時には、必ず習慣化を意識して行動するっていうことがまず一つ手段としてはありますね。あとは中途半端にやらない、これ結構大事だと思ってて、はいはい、私ね0100人間なんですね。中途半端にダラダラ頑張るってできなくて、やると決めたらもう 100% 全力でやるっていう感じなので、頑張るにしても中途半端な頑張りだと、やってもやんなくてもいいやみたいになっちゃう、うんうんうん、やるんだったら全力でやろうよっていうね。なるほどね。慶応を目指すなら徹底的に慶応受験生としてやり尽くすみたいな、うん、そう。その持続性がないんだったらやめとけぐらいな感じのってことですかね、うん、そうなん。この勉強を続けてれば 100% 受かるとか、これ以上の効率ができないって自信持ってやっぱ勉強を進めてると、途中でね投げ出そうと思わないわけですね。当たり前のようにそれをこなして、当たり前のように受かるっていうのが、はいはいはい、できる。当たり前のようにっていうのが大事ですね、うん、毎日何時間勉強するとかが、毎日毎日工夫しないとできないですだとちょっとしんどいんですよね、うん、習慣化っていうのをやっていきたいところなんですが、続いて第3位は競争性の高さでございます、うん、志望校に合格したいんだ俺はっていうパッション、うん、これの強さはやっぱり合格にはつながります。勉強法を語るときにね、精神論とかあんま好きじゃないんですけど、はい、どうしても受験を左右しちゃうからこそ触れざるを得ないっていうことなんですよね、うんはい、同じような勉強をしてる A 君と B 君がいたとして、 A 君は慶応への志望の愛がもうめちゃめちゃ強いと、 B 君は慶応行きたいな、まあ、ちょっと厳しかったらマーチにしようかなみたいな感じで、同じ参考書やっててもこの2人で結構差がついちゃうんですよ、うん、それはどういうところに出るかっていうと、もっともっと受験勉強時間増やそう、時間増やす前提としてもっと早く進めたい、仕上げたい、復習徹底的にやりたいっていうところの具体的な勉強の行動にもやっぱ差が出るかなっていうところと、この前竹野塾新潟校の、まあ、合格実績新潟校すごいいいんですけど、うん、先生と話したのがやっぱり大学に対する目的意識っていうところですかね。何のために慶応に行きたいのかみたいなっていうところがはっきりしている子、大学への意欲、モチベーション、エネルギーが高い子の方が受験の合格実績出やすいって話をまあされてたんですけど、受験意欲というよりかはその志望校に行きたいんだ度合い高い方がいいよねっていうようなことですかね、うん、なるほど。もっと簡単に言うと志望校愛ってことですね、はい、そうですそうです。これに関してもよく話しているオープンキャンパスに行こうとか、大学でどんなことを学ぶのかっていうのをこう調べてみようっていうのはここに繋がってくる話なんですね、うんうん、そういうためにはしっかりとね、そういう情報をまず収集する、そして自分の志望校愛を強めていくっていうのも受験にとってはね大事なことなんですね。受験っていうのはある種他人との競争をしなきゃいけない側面があるんですけど、他人との競争に勝つための大前提としては自分自身がどれぐらいそこの目的にこだわりを持てるかどうか、それが普段の日々の高校にどれぐらい影響を与えれてるかどうかっていうと
ところだと思うので、ぜひですね皆さんの志望校同じ大学受ける受験生に負けないぐらいあるかどうかね、今一度見てほしいなと思います。続いて第2位は知的好奇心の高さでございます。皆さん知的好奇心って言葉分かりますでしょうか。知識に対して面白いって思える能力みたいな。受験勉強っていうのは知識と向き合う機会っていうのがまあめちゃめちゃ多いというか、はい、てかほぼそう、うん、受験のためだけに仕方なくやってる数学とか英語とか社会っていう場合と、社会そのもの数学そのものに面白さを感じながら受験に向けて努力ができてる状態で、どっちが成果が出やすいかというと面白がれる能力っていうんですかね、高い方が結果は出やすいですよね、うん、好きなことの方がやってて楽しいと思いますし、もっとやろうとか継続的にやろうと思いやすいと思うんですよ、うん、古文とかだとそれ楽しめないよって最初思うわけですね、はい、私も最初は古文ってつまんない科目だなと思ってたんですけど、克服しなきゃいけないなってなった時に、うん、平安時代とかにリアルでこういう世界があったんだとかっていう風に想像膨らませてみると面白いなっていう風に結構思えてきたりして、うんうんうん、そこからねアレルギーなく勉強できるようになったっていうのがあるんですけど、今ね嫌いだ苦手だって思ってる科目も面白い観点ってないかなとかっていうのを探ってみるとか、うん、好きになろうとする努力みたいな、ね、そう。あとねやっぱその科目を好きだって言ってる人にねちょっと聞いてみるといいですね。いやそうそう、なんでそれそんな好きなのとかっていうね、例えば清水先生だったら、はい、めっちゃ日本史が好きなんですけど、うん、清水先生なんで日本史好きなんですか。日本史好きな理由はもう語り尽くせないぐらい好きなんですけども、経済学が大好きなので、うん、江戸時代の元禄文化、金の含有量を薄くしてインフレ化政策やってるんですけど、その時の景気って結構良かったんですよ。だから元禄文化っていうのは金ピカのものとかが多かったりするんですけど、現代においてはその紙幣においてインフレだデフレだっていう判断をしていくんですけど、江戸時代に金貨でそれやってたんだ、めちゃめちゃ面白いとか思いませんか。うん、思うんですよ。私も経済好きなんでね、はい、そういう話聞くと面白いなと思っちゃうんですけど、はいはい、今見てる子ポカつまんねえよそれって思ってる子いるかも、はい、いろんな科目についてそれぞれねやっぱ楽しんでる人に聞いてみると、なるほどな、そういう見方すれば楽しめそうだなっていうのは結構出てくると思うんですよね。清水先生とね、私なんか英語の解釈が好きでも通じてるわけなんですけど、はい、これについて語ったらねキリがないわけですね。やっぱ解釈について楽しさを語らせていただきますと、まず基本的に五分系っていうのがあって、解釈面白いと思います。好きな人ってその好きについてすごい語ってくれるんで、新たな科目の楽しさに気づくきっかけになって、はい、その科目の勉強がちょっとね楽になるかもしれません、はい、この科目大好きだって方はその科目の愛をちょっとコメント欄に書いておいてもらえるとね、うん、嫌いな人が参考になると思うんで、確かにお願いします。第1位は計画性の高さ。計画大事なんですよ受験は、うん、受験っていうのはリミットがあるし、自分の好き勝手勉強してればいいわけじゃなくて、ある程度求められるところに最適化した勉強っていうのをしていかなきゃいけないと。そうなってくるとスケジューリング的な計画性であったりとか、どういう内容を優先的にやっていくかっていう内容に関する計画性ってことも必要になってくるんですね。優先的にこっちをやってこっちをやらないっていう判断だったりとか、このペースだと間に合わないから勉強時間を増やさないといけないなっていう判断、つまり日頃の勉強がより良くなる手段っていうのは計画性があるからその判断がつくんですよね。計画性ないと手当たり次第勉強して気づいたら間に合いませんでしたみたいなことになりやすいので、計画性ってやはり言うまでもなく重要かなと思いますね。武田塾が逆転合格で受からせられる理由の一つに、はい、計画を緻密に立てるっていうのがあるわけですね、うん、必ず志望校と現在のね実力を2つの地点を明らかにした上で、そこから逆算して計画を立てていくからこそ、1日の積み上げがしっかりと志望校にたどり着くはずだっていう理論のもとに勉強を進められる。ここは合格につながる大きな要因の一つなので、これをねぜひ皆さんにもね参考にしてもらって、計画こそが受験のね結果を左右するんだ、これをねここで肝に銘じてもらえればと思います。とはいうものの、うん、私計画性がないんですよ。そうなんですよ、はい、計画立てたくないんですよ。なぜならアドリブで生きていきたいから。 そう、そっちの方がいいの分かってるんですよ。立てたくないんですけど、どうしたらいいですか加納先生。計画を立てたくないというのは、はい、受験をしたくないって言ってるのと一緒なん。もう避けられない。同じね志望校に対して日本中からみんながこう同じような競争になってくってなった中で、うん、計画性がないっていうのはめちゃくちゃ不利なんですよ。とりあえずこれやろうとか、この参考書いいって言ってるからこれやろうだと、それが本当に最適なのか、じゃあその先は何をやるのか、やりたいことがじゃあそれ終わるのかっていうのは見えてこない。がむしゃらに突っ走ってもなかなかね目標を達成するっていうのは難しいわけですね。計画はもう立てざるを得ない。計画立てるの嫌いな自分から言わせれば、計画を立てるメリットが理解できると計画性立てようってちょっと思うかなと思ってまして、次の模試までとか、まあ、英検までとか夏休みまでとかね、いろいろ目標の立て方はあると思うんですけど、中期短期的に計画を一回立ててみてください。立てたくなくても一回立ててください。立ててみてビッチビチじゃなくてもいいですけど、ある程度その方向に向かってやってみて、1ヶ月後計画立てて良かったか良くなかったかって思うと、多分良かったなって思うと思うんですよ。計画立てて良かったなって経験があると、あ立てなきゃってだんだんなると思うので、苦手な人はそのような形がおすすめですね。鋭い子はね今ここで気づいてるかもしれないんだけど、はい、計画性がないから持続力もないんですよ。
計画があることによって持続力を発揮することができるようになってくるわけですね、はいはい、計画を立てると1日でやらなければいけない分量が見えてきてしまう、うん、今日これ終わらせないとその積み重ねで脂肪肝届かないぞって極論になってくるわけです、うんうんうん、やばい今日これやろうっていうのが1日1日できるようになってくると、はい、自分にいい意味でプレッシャーをかけられるからこそ、うん、その結果毎日勉強が持続するっていうことになるわけですね。これがないと逆にどうなるか、今日サボっても明日からなんとかなるっしょとか、来週から頑張ればまあ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 いいよねってなっちゃうんですよ。それが苦手な人はですね、瞬殺っていう技術を覚えてほしいなと思ってまして、なかなか同じことやってるの厳しい人がそういう傾向にあるんですよ、うん、一回参考書手出したらもう飽きる前に全部仕上げてください。一気に仕上げておやった次みたいな、うん、そういうなやり方が好きな人が多いので、うん、そういう場合はそれを活かすんだとしたらそっちですね、うん、それができないんだとしたらやっぱしっかり計画ある程度立てるっていうのを性格じゃなくてスキルとして身につけてやっていくっていうのがやっぱ受験勉強上は重要かなと。失敗した私をですね、良くない例としてですね見ていただければなというふうに思います、はい、ということで受験に有利な性格というか必要な考え方って言った方が正しいですかね、うん、やっぱり皆さんが普段自分の勉強を振り返るときに推しの結果だとかテストの結果だっていう、まあ、数字ばっかり見ちゃう人とか、うん、でもその数字って普段の行動が理由になってその結果につながってるわけですよね。その行動をする元々の根本としてはベースの考え方だと思ってるんですね。でそこが今自分が受かる受験生の考え方なのか、そこからちょっとずれちゃう、このまま行ったらやばいんちゃうのみたいな考え方じゃないかってことは改めて見るんですね。きっかけにしていただけると大変ありがたいですということですね。この5つの性格考え方掛け合わせて受験合格に突っ走ってください。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。